小ガツオのさばき方です。これ3キロね、中に、まあ、簡単にさばける方法を、ね、マグロ、カツオ、どれも一緒やけど、ここ硬いんですよ。まあ、このぐらいのサイズだと硬くないけど、こっから取って酒包丁で、この2番目のヒレあるわ、2番目のヒレのここからスタート、酒包丁で皮だけを切る。終わりね。反対も一緒、皮だけを切る。でこれがポイント、ここちょっと入れて、ちょっとね、包丁ガツッと入れるんで、ここ入れたら剥がせるから、バリバリバリ、ちょっとついた、こういう感じ。ここがついてるから、ここに包丁ガツッと入れて、ここまで包丁入れて抜くだけで、お腹の取り方ね、簡単なやり方ね。お、切れ、斜めに入れる。で、僕はもう頭こっちね。で、ここ硬いんで、これをここまで行って、綺麗なとこまで行ったら斜めに、こんな感じ。そこから包丁を立てる、立てて押す、そしたらもう骨まで切れるから、斜めに入れて押すね。でもう一回、ではもうこの硬いところから、ここね、硬いところからスタートで、ひねまで行ったら斜め、これで OK ね。次お腹、お腹をこね、で水で洗います。どこで次、下ろしていく。もういつもと一緒。はい。を切るだけ。皮切る。で、あとはもう沿わせるだけね。もう沿わせるだけ、沿わせるだけ。で、ここ。次、これくっついてるから、ここに当てて包丁を、その骨の上に当てて、ゆっくりと。骨の当てて、ゆっくりと。切る。ここまで、ここ切らないかんよ。で、次こっち、ここも一緒、皮を切る、皮を切る、皮を切って、ここで使って、ここを使って皮を切っていったら、包丁がもうさっき入ってるんよ、これが。皮切っていったら、でその入ってるから、ゆっくり力抜いて優しくしたら、骨の上に行きます、ちゃんと。そしたらもう一回、この音が聞こえるまで。で、くっ、なかなか。次はね、もうこのまま、あんまり移動させないでね。包丁を入れる、線つける。鼻のところね、ここも切る。カツオの骨ってここだって、ここまであるんだから、ここ切ってやらんと、この下
マグロも一緒。ここ線入れる。線入れて、包丁をちょっと浮かせた感じで、入れる。入れる。よいしょ。こんな感じ。ちょっと難しいけど、まあやってみてください。